皆さんこんばんは。本日のゲームはマンチェスターユナイテッド対クロアチアザグレブ。スタンドは満員の観客で埋め尽くされています。これだけのサポーターに来てもらえると選手冥利につきますね。プレーでこの声援に応えてもらいましょう。さあキックオフ、試合開始です。これは痛い。ベッカム、クリアです。これはゴールキック、うまいゴールキックを見せます。強い当たりですね。ディフェンス、このボールをクリア。スーパーセーブ。最初のピンチを見事に抑えました。よく止めました。スコールズ。ベッカム、いいところにパスを出します。マークを外します。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。キーパー信じられないといった様子です。これはキーパー悔いが残るでしょうね。沈黙が破られました。1対0です。ボールを胸で落とした。いいカバーリングです。うまいボールコントロールを見せます。柔らかいボールタッチです。ホズニック、ギッグス、見事なタックル。スーパーゴール。切れまくってますね。ハットトリックいけそうですね。2点目が入りましたが、これからでしょう。ヨンセン、ギッグス、胸で落とした。素晴らしいプレーです。ナイスディフェンス。ここはつないでいきたかった。これを止めた。止めました。うまいセービングを見せてくれましたね。ネビル、ベッカム、後ろから倒してしまいました。フリーキックになります。さあキーパーとしてはこの場面何とかしたいですね。そして胸でトラップ。どこまで行ける。スーパーセーブ。まさに守護神ですね。頭で行った。ジャストミート。うまい。ロシェツキ、スタン、ムイチン、ネビル、いい展開です。前半終わってスコアは2対0。金田さんどうでしょうか。後半早々点が入るとこのゲーム全くわからなくなってきますね。
さあ後半戦の開始です。ナイスパス、指です、指先でかろうじてボールをはじ、ゴール、キーパー止められず、空いたスペースにうまく走り込んでのゴールですね。3対0になり点差が広がりました。今のところ一方的な試合になっています。スコールズ、カードスレスレでしょう。モイチン、ユルチッチ、素晴らしいディフェンスです。見事なボールコントロール。このボールをしっかりとクリアします。ホール、クリアします。絶妙なトラップ、スーパーセーブ、難なく処理しました。このセービングは素晴らしい。これは大きく外してバーの上。さあこのゴールキックからうまく立て直していけるでしょうか。ヨーク、タイトなマークです。これは素晴らしいディフェンスですね。鋭いパス、厳しいチェック、自由にはさせません。プレーにキレがあります。地に正確です。ゴールキックです。これはいいボールです。このボールが相手に渡ってしまった。早い段階でインターセプトしてきました。コズニック、コズニック、これをうまくトラップ、ユリッチ、ギッグス、ヤンセン、コズニック、スーパーゴール。ディフェンスを手玉に取ったプレーでしたね。4対0のワンサイドゲームです。ヤンセン、キーン、スコールズ、うまいボールコントロールを見せます。正確なロングボールです。強烈なチャージでボールを奪います。これはファールになってもおかしくないプレイ。スタン、素晴らしいセービング、これはゴールキーパーを褒めるべきでしょう。キーパーいい守りを見せます。ゴールを奪うのは難しそうですね。4ゴール無失点で試合終了です。いかがでしたか金田さん。終盤を支配できなかったのがこの大敗につながってますね。Well, sit children. Let me give the subject of the day.